いどうも、東海オンエアの哲也です。今見てもらったと思うんですけど、まあね、僕の部屋汚いんですよ。今度この部屋を、まあ、この部屋をネタにした動画を撮るので、部屋を片付けなきゃいけないんですよ、今から。だからまあさっさとね、片付けばなと思ったんですけど、まあどうせならね、やっぱ YouTuber 全てをネタにできなきゃダメだということでね、せっかくなんで今から動画を撮りながら片付けたいと思います。なんか僕の部屋って定位置みたいなとこないですよね。どの角度から撮ったら一番この部屋の写りがいいのかっていうのは未だにわからないんですけど、とりあえずまあこの見渡せる感じでゴミをどんどん拾っていきたいと思います。これ僕の書いた4コマ漫画ですね。どうしよう、携帯の充電がなくなる。助かった、コンセントだ。でも変な胸騒ぎが。はっ、わかったぞ、服を着てないからだ。カン。この僕の、4コマ漫画となんかこの弱かんこの絵をオフ会の時にじゃあプレゼントしたいと思います。このキノコもオフ会でプレゼントしたいと思います。アイプチ、これもほとんど残ってるんで、これもオフ会でプレゼントします。ピック、これももうギターよっぽど弾かないんで、これもプレゼントします。名探偵コナン11人目のストライカーのボールペン、これはあげません。しゃあ、やっと机の上がなくなりましたよ。この大学で使えそうな賢バッグもオフ会でプレゼントします。さっき机があったこの場所、多分東海オンエアを始めたぐらいからずっと、もっとそれよりも前から多分放置しちゃったんですけど、この奥にあるこれとかもう完全に完全にしこっ。このようわからんこの小銭が分けれる貯金箱もオフ会でプレゼントします。うわ、めちゃくちゃ懐かしいものが出てきた。乳首丸のイカダの時の写真が出てきました。これもオフ会で3名様にプレゼントしたいと思います。昔の財布が出てきました。これ、これ、見えますかね、ちっちゃいけど、これ俺ですよ、俺。で、今の姿が人って変わるね。ドコモの封筒に入った大事そうな書類とかも全然わからないけど、迷った時点でもういらないんですよね、そういうのって。携帯のデータとかでもそうですよ。画像とか消したくないなとか思ってても、故障して消えちゃったら消えちゃったで、実際全然困らないんですよね。絶対 100%、 5000%、 1億%いって。何これ、何これ、何これ、プロペラが飛ぶのかな。何これ、え、何が、何か回るのかな。これ分かった、俺には分からねえってことが分かった。捨てる。なんかあんまり動画とかで写しちゃいけないガチな書類が、なんだろう、え、何これ、わからないのは捨てちまえ。はっはっは、部屋がゴミのようだ。すごい、これ小学校の時に使ってたクモン、あー危ない、思いっきりフルネームから出た。クモンの時に使ってた CD 聞くやつ、あーフルネームここにもあった、やばい。ラストスパート、どうですかこれ、あんまこれやるとちょっともやし。はい、ということで見てくださいよ、これ僕のスタジオが、東海オンエアのスタジオがこんなにも綺麗になりました。まあ、掃除機とかはねかけなきゃいけないと思いますけど、こっからはもう大して見た目の変化はないと思うんで、とりあえずこれで。ということでね、今日は僕の部屋をまあ片付けるというね動画でした。まあ、こういったねちょっと緩めの動画もポン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 ね出して、東海オンエア全部こうネタが練り込まれていて、全部の動画が面白いんだみたいなイメージをね、僕はぶち壊すために、ね、この緩くてどうしようもないしょうもない動画をたくさん今からね、やめよう、カット。これからもね、東海オンエアの楽しい動画たちをね、ちょっと違った方向性のジャンルも違ったようなねやつらも出していくと、もういいや、見てくださってありがとうございました。ここの
有名 YouTuber たちのサインをパソコンの方はクリックしてください。スマートフォンの方は下からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。僕は一人で先生とこの辺を掃除します。それでは。待って、今ね、あそこガラガラガシャーンってね、落ちるっていうオチをつけたかったんだけどね、落ちなかった。